なんだろう、若い子が中身が老成化してる子が好きですね。後藤さんはどっち？これは全部の老成化だ。昔から飛び出てきた。さあ、子供になんて呼ばれてる？ゆうさんなんでハーコなんですか？うちはだから父ちゃんハーちゃんだったんですよ。でハーコになってきて、だんだん変化してハーコになった。友達とかもみんな私のことハーコとかハーちゃんとか。へえ。ゆうさんもお子さん大きいですもんね。中3です。ねえ。しつけとかなんか決めてることとかあるんですか？うちでもふにゃふにゃちゃんだもんね。なんか、なんでしょうね。女に優し、女の子には優しくしろとか、あとはまあ挨拶とか、シンプルですよね。ゆうさんちは、石子先輩ちも大きいです。あ、もう関係性はもう友達みたいな感じなんですか？あ、そうですね。女子だしね。女子だし。ただ私あんまり育児上手じゃないなって自分でも思ったのは、宿題やんなさいよとか言うときに、あれちょっとなんかモノマネっぽいなと思って、ちょっと恥ずかしくて。パターンあるじゃないですか、お母さんの。あ、もうお母、漠然としたお母さんのモノマネをしてるような感じ。そうそう、そう本当にしてほしいのかって自分に問うたりとか。そんな葛藤あんねや。そう、なんかごっこみたいな、ごっこっていうかね、芝居めいてる。周り今までの蓄積で宿題はせなあかんもんやけど、言うててほんまにせなあかんのかなみたいな。みんなもね、みんなそうですね。で、笑っちゃうわ。で、やっぱ息子だし余計なんですけど、うん、普通の例えば公園のお母さんとか見てたら、ちっちゃい時に例えばめぐちゃんとか言って、ダメよもうとか言って、ごめんなさいねほらちゃんとかして、なんかそういう、うん、ファーとか見てて、そういうのがこう言えなくて、うん、どうしてもなんかうらって言っちゃうんですよ。ちょっと浜田さん入ってもてんねん。そう、なんかちゃんとお母さんみたいに怒る、言いたいんですけど、あ、恥ずかしさが出る。そこに男みたいに恥ずかしいよ。だからもう照れ隠し